はい、みつくです。サクセスやっていきます。というわけで、お久しぶりの全力学園行きたいと思います。まあ、自分の好きなデッキです。はい、彼女なしの三上限無理やり守備ツッコミバージョンですね。やっていきましょう。で、まあ、センス呼びたいんですけど、ちょっとイベントがね、まだ不安なんでね。なかなかですけど、ホタカがいなければ呼べなくはないんですけど。センスちゃんをね、いけんのかな。でも全力のアキーベスだったらいけなくもなさそうではあるんですけど。はもう完全に敏捷だよね、多分足りないのはだと思うので、精神もまあまあ足りないと思うんですけど、はいはい、とりあえず評価を爆上げしていきましょう。あ、でもシドレミいるからまあ頑張ればいけんのか。やっぱ精神か。はい、これはソウル ED よね。あざーす。なるほど、休んでいいですね。久しぶりすぎて全然、なんかサクセスこっちであんのすげえ久しぶりな感じがするんだけど、気のせいかな。はーい、おお、いきなり。おお、成功した。はい、1回目でございます。なるほど、やっぱ柳生ちゃんはね初期評価低いので、そういう意味でやっぱ PSR 欲しいよなーっていう気もするけど。評価上がんないんだよね。イベントもあんま評価上がるのがないんですよ。なくはない。全部、おっと、ん、うん、うん。わからん。筋力でいいかな。今の感じだと。告白はしっかり読んでいきたいんだよな。お願いしますよ。新島福井部が走る。はーい。で、休んでやつね。おー、びっくりした。ナイス回復。筋力でいいかな。精神ボナ貴
調なので、野牛がいないときついので、はいはい。おお、結構出る。これ評価上がってくんないときついんだよな。なんか野牛来てやったと思いきや別に評価上がるわけじゃない。そろそろ回復欲しい。違う。こっちか。告白大丈夫かな。大丈夫じゃないな。でシドレーが、シドレーがきついんだよな。まあ50まではいっとこう。はいはい。いやマジ告白怖い。お前じゃない。早いなお前。本部は成功すんか。まあそれはそれで嬉しい。早めにね、早めに早めのパブロンっていう感じで成功してくれるのはめっちゃ嬉しい。ラッキーのビアルと。おお間に合った。ルルルルルルってんの。カントッキーがいないな。おお高額ナイス。あざっす。これは精神です。まあ悪くはないかな。誰こつ行こう。広角潰すか。なんでなんでそっち行ったよ。髪来たらちょっとめんどい。どっちも来ない。はーい。目がなくなる。いやーマジか。マジか。おい、おい。肩いいけどな。監督全然いないんだけど、やばいな。肩いいけど。強い練習も今のところ呼べておりません。回復しとこう。今？あでも1個あげればいけんのか。男使っちゃおっか。うわ技術。ヤギウちゃんいるんだけど、ヤギウちゃんいるんだけど。はい、おおきっちりいきまーす。
振り返っております。とりあえず打球伸びです。どうする？監督かな。筋力精神欲しいよね。DT だね。なんか使う？のまのまイエイぐらい使っとこうか。誰も知らないだろうけどね、のまのまイエイとか。よし、敏捷チャンス。いけ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 。よし、足1ぐらいに取ってもいいか。まあ後でかな。守備職は OK。 はい、パック来てない時にこうやって調整していくしかこれないよね。パーパラッパッパーパラッパッパーパラッパッパー。はいはいはい。あ、もうそんな時間。はい、カット。でそういう感じか。燃やして走塁切ってもいいよね。もう結構もらえる。うん、いいですか。宇宙と比べられてもな。よし、あ、断面だ。小瓶かな。やっぱ精神がちょっと足んないっすね。うん、技術偏り、技術偏りはちょっとやだな。監督でいいかな。走塁もらえるし、印象はまあまあ稼げた。ナイス回復。おかげでデートができんです。精神アウトコース。違う。
それはミートゥーですね。ナイス。これはいい練習だな。第2次男なんぞ選手権いきます。ああ、いい練習、バランスも良い。こういう練習がいいんですよ。ちょっと待って、800か。でもミート上げちゃおうか。そういう感じ、こういう感じでいいか。いきまーす。30もったいね。あれ、これもしや、どうしよっかな。まあまあいい練習臭いんだよな。練習臭いんだが、どうしよう、悩むな。いや、遊ぶか。あれ、やばいな。田中チカチチなんだっけ。あざーす。お、強っ。監督いない、いた。あ、でも行っていいか。一人。やべえな、調子極端今更だけどつけちゃった。どうしよう、まあ、いっか。あとはほんと精神が足りるかどうかなので、ダメモッティ。よし、これでメッタ打ちが取れると。筋力デイトゥーですね。カジバがちょっと微妙なんだな、取れるかどうかね。あれ、失敗するな。完璧的がいない。
完璧的に敵がいない。タラッタタラッタ。マジでないんだけど。さらば。なんかあと一発ぐらい。クレイジーな練習が来ると俺は嬉しいと思ってるんだけど、5回目とか無理じゃん。はい、お言っといていいやつ。精神稼げないかな。おい、あれ、うん、ちょっと違う。はーい、たわひもらってないんだよね、多分。欲しいんですけど。打ち、スイープ、とりあえずこんな感じだな。精神を尖らせるの大変だな。だいぶ大変。はい、ではでは。あ、ぎゅうぎゅういるんだ。ぎゅうぎゅういるなら、どうなんだろう。とりあえずでも金と来てないかな。一番精神が稼げるとこ。まあまあそこでいいや。はい、まあ、あとこんぐらいか。逆境欲しいな。逆境、楽境じゃなくてね。バッターも住吉、微妙かな今日は。うわ、びっくりした。全力学園追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁と打った。これが強烈、やっちー。
のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で住吉打ちました。これはライトさん。全力学園リードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放っている住吉打ちました痛烈一丁全力。経験点少ね。試合の経験点少ないよね。もっと欲しいよね。 30% どうしましょう。あ、やば、危な危な危な。あと1回だった。普通に忘れてた。やぶんな。危ないよ、ほんと。いや、ほんとそういうとこ、そういうとこだよ。ね。どういうこと？どういうこと？あ、火。いや、全然くれんわ。逆境取れない。これ行ったらどうなる？まあ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 、行けなくはないけどって感じだな。エースキラーとりあえず取るでしょ。はい、お待たせいたしました。全力だけ先制のチャンス。ワンアウトランナー二塁という場面で住吉。ネクストバッターサークルにはカメラ。投げました。打った。これはいいよ。取れた。全力学園追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で打った。行こう。全力学園リードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で打った。これは危ねえ危ねえ。さあ、ダメ押しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、これはいい。中間いった。ほい、あー来ないっすね。ただなんつうのかな、もう行かなきゃいけないので行きまーす。うわ強っ。どうしよう、精神入る方がいいかな。あー、精神入るとこがある。ここ行きましょう。おむずですね、おむずです。今すごくおむずです。お待たせいたしました。1球。
ツーアウトランナーなしという場面で住吉投げました。バッカー打ちました。痛烈、頭上を越えていく。住吉ツーベースヒット。3回の裏、全力学園攻撃に入ります。トップバッターは住吉、打ちました。これはいい当たり。全力学園リードで迎える5回です。ここまで2安打。いやー、ガタゼミ苦手だよ、ほんと。だいぶ苦手じゃなくなってきたとは思うけど、ピヨンも苦手だよ。危なっ。マジか、タック来ませんでしたが、ここしかないね。はーい、行ってしまえ。あ、まあいける。技術は捨てる感じですね。うん、いってらっしゃい。待機がいれば全然余裕なんだよな、このデッキで。攻撃に入ります。この回のトップバッターは住吉、投げました。打った。これはいい当たりだ。まだす。全力学園同点のチャンス。痺れとる。ツーアウトランナー一塁三塁という場面。やば、初球打った。アウト。スリーアウト。負けんね。全力学園追う展開で迎える5回です。バッターは住吉、投げました。きた、入れば同点だ。いった。やっぱまだ守備の時代ですかね。住吉、今日はソロホームラン2本を打っています。さあ次の投球、投げた、外れた、ボール。投げた、打った。第4球を投げた、打った。これは同点回で迎える10回です。ギリギリ同点で食い下がる。住吉、今日はソロホームラン3本も打っています。ランナーいないんだよ。投げた、打ちました。痛烈、入れば同点だ。入った。12回の裏、全力学園まだしびれとるけど、この回のトップバッターは住吉、今日はソロホームラン。これはいい当たりだ。いった、ゲイ、入った。全力書きましたよ。まあ、もう一伸び。後半全然来なかったんでね。はい、怪我とかそんなんしか取れない、多分。どうしようかな。レーザービーム。で終わっちゃうな。
はい。まあ今一ツイングですね。今一ツイングです。佐伯欲しいよ。まあおとなしく守備でやるのもありなんですけど、はい。今回は久しぶりということでこんな感じで終わりたいと思います。はい。うん。まあ金徳一個取れてなくて。もうちょい点数欲しいですよね。3000、4000ぐらいは欲しいかなっていうところだと思うんですけど、うん、一応盆栽でも3上限っていう感じで、無理やりね、無理やり3上限っていう感じですけど、はい。以上でございました。うん。うん。まあ、守備が強いんでしょう、今のところ。なんで、もうそろそろお願いしたい。のでね、はい、よろしくお願いしますって感じで、ぜひチャンネル登録と、高評価お願いします。では皆さん、いい日の一日を、バイバイ。